今回は、ペロスペローが結構な苦労人で泣けてくる、に対する反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。久しぶりにマム編読み返したら思ったより苦労人だった人。腕なくした直後にまだ最前線にいる。この人と肩繰りに全部任せすぎなんだよ。割と怖い人でもあるんだけど、次から次に問題が降りかかるのは気の毒だった。でも国民の子供たちには割と優しい。キャンディ配るとこは好きなポイント。3分経ったらキャンディエスカレーターも舐めていいって子供たちに言うコマ好き。あそこだけで普段から子供たちにどう接してるのかわかるよね。あの国にある窓ガラスもシーザーの研究所のコピーもタイゼルマダンも、食い煩い止めるための黒缶ブッシュも、来客用のエスカレーターもみんなこいつが作ったやつ。長男だけあって仕事が多い。腕っぷしも地味に強い。腕もなくした。能力で補える、雨なんだから欠損しなさそうなのにね。勝手に攻め込んできて自爆したのに仇とかふざけんなよ。ってのはまあごもっともだよね。キャンディの応用力高すぎ問題。キャンディとモチとビスケットの強さが異常すぎる。能力で海渡れるのずるだろ。なんだよ雨海牛って。でも割と野心家でもある、ペロスペロー海賊団か。マムの理不尽さ頑固兄弟の中で一番長く見続けてきた男だぞ。不謹慎ジョークくらい言いたくもなる。まあお兄ちゃんいないとまとめ役がいない印象がある。ママは割と勝手するし。ペロスペローなしだと海賊団全体の運動を取る人でもめそうだしな。笑い声のせいで料理長が父親の疑惑が抜けない人。ママがケーキ食えなくて暴れてるどうしよう。そうだ、ケーキは麦わらが持って逃げたことにしよう。本当はなかったらお前責任取って死ねよ。小生でないのは単純に戦闘力では肩繰りやクラッカーに劣るのか、政治的に忙しすぎるから負担軽減のためなのか。懸賞金だけなら小生スナックよりも上だし、元小生なのかもしれない。懸賞金は強い弱いだけでなく危険度込みだからな。実際活躍ぶり見るに戦闘以外での活躍が多い。リンリンちゃん係ができるだけでもあの海賊団に必須の存在すぎる。そんなリンリンちゃん係も危うく寿命全部抜かれるとこだった。よく今まで生きてこれたな。このおじさんがワノ国編でも苦労人するとは思わなかった。長男は7億だっけ。長男7億、次男10億、三男3億、四男3億、十男8億。あのマムと兄弟の中で一番付き合い長い上に、生まれた時から海賊でしかも毎年弟妹が増える生活を41年続けていた男だ。面構えが違う。兄弟仲もいいよね。離反したら容赦ないけど。肩繰りに口隠したら友達できるよ。って言ってる子供時代好き。こいつ、肩繰り、大福、オーブンあたりの来やすい関係いいよね。肩繰りが大口開けてドーナツ食ってるの見て普通に笑ってるとこ好き。いいよね。弟の心配をする兄貴の鏡。マムの兄弟は兄弟愛はしっかりあるのが好きだ。上の方の子供たちは長くリンリンと付き合ってる分、できるオーラが出てるやつが多い。割とダッチのお気に入りなんじゃないかと思うぐらい活躍が多い。片腕飛んでるのに、紅茶飲むたびに腕が溶けて思い出しちまうぜ。で済ませてるの大物感ある。セリフの言い回しおしゃれですこ。お前たちは、ビッグマム海賊団を舐めている。くくくく、死んで我らが血肉となれ、ジェルマダブルシックス。惜しい人を亡くした。勝手に亡くすな。長男だから腕が吹っ飛んでも我慢できた。能力が能力だから片腕くらいそんなデメリットにならないんだよな。あの母から定米を守り続けてきた長男いい。熱々のお茶でティータイムをするのが難しくなるんだが、実際、お茶ぐらいの熱で片腕が使いにくくなるのは相当辛いと思う。少なくとも今後オーブンとの共闘は難しいからね。長男とオーブンが出張る戦いなんてそう起きないだろうけど。次男も我慢できそう。仲間に死なれたくないなら戦場に来るのはわかるけど、報復するのは勝手だよね。まあそうなんだけど、よくもペドローって後々の場で責任を問い詰めるのは、そもそもキャロットやペドロたち襲撃してきた側としてはおかしいでしょ。襲撃さえしなければ仲間は死ななかった。襲撃して仲間が死ぬことになってお前のせいでと恨みを向けるっていうのは、好き好んでギャンブルして大損して負けて賭場に復讐じゃってくらい不条理では。三次誘拐がそもそもの原因なので、ペドロの自爆はペロス兄が追い詰めたからだから、ペドロの仇なのは間違ってない。ペロス兄視点では逆恨みに見えるのも間違ってない。でもキャロットたちは別にペロス兄をペドロの仇として殺しに来たわけじゃないぞ。その後のペロス兄のピクニック気分で自分たちの領域に来たのか？って煽りも正しい。
そもそも惨事を婿として出したジェルマが元凶なんだからそっち恨むべきでは。襲撃犯を追い詰めたのが悪いって逃走者が人跳ねたら追いかけた警察が悪いみたいな話だな。そもそもペドロの形としてる、これはペロス兄も認めてるけど、別にケロットは恨みで戦ってるわけじゃないぞ。ちゃんとペドロの意志を継いで前に進むために戦いに来てる。ペロス兄にとってペドロはなんならボーネグリフ狙ったのに除名してやったのが恩知らずにも襲ってきたくらいの感覚で、ほんの数日前に気づかれた麦わらとミンク族の友情とか知ってるわけもないので、マジでケロットの言ってることわからないと思う。割とお兄ちゃんを遂行してる人。マムは男を奪ってきては子ができたら捨ててるから大体1年で父親入れ替わるし、小さいテイマイたちにとっては父親代わりでもあるだろうな。そんでも一番人気はカタクリお兄ちゃんなんだよな。長男だから耐えられるペロリン、お兄ちゃんを遂行するペロリン、地味にどっちもやってるすごい飴。ビッグマム編のテーマは萌えである。なるほど。お兄ちゃん萌えだな。カリスマ性ならカタクリが一番だろうけど、組織運用能力はペロスペローが一番っぽい。母親はあれだし、カタクリもカリスマはあるけど基本的に無人気質。他のテイマイもスムージーを筆頭に納金が多いから、王国の運営や暴虐に関するペロス兄の負担は計り知れない、多分。同じ慕われるでも、ペロスペローは頼りになる父親、カタクリは憧れの兄。って感じで違うんだろうな。船長はカタクリが後を継ぐけど、副船長というか参謀総長というか最小というか、この枠の代わりはできないしな。ほんの能力者の弟なんかは多分、ある程度代理はできるんだろうけれど。ビッグマムの後釜がペロスペローでもカタクリでもどっちでもいいけど、それは四皇になれるんだろうか？カタクリがこの先どう頑張っても母親に追いつけそうな気がしないからな。新世界にさえこだわらなければ海賊団としては十分いけると思う。土地さえ確保できればミラミラでの大人数運搬は楽勝だろうし、制限時間がなければミロワールドに住めばいい。問題はソルソルがなくなるせいで人手が絶望的に不足するところと自家生産能力に乏しいところ。これのせいでトットランドの縮小は避けられないし、今度は自分たちも切り捨てられるのでは？とか住民が考えたら国家の維持は無理。おとなしく元々の海賊団だけの規模でやった方が良さそう。白ひげ海賊団が親父とエース失っても黒ひげを止める当てとして他の四皇と一緒に挙げられてるから。たとえ皇帝を失っても七部海とかの他の新世界の強豪海賊団よりははるかに戦力があるんだろ。完全な勢力の維持は無理っぽいけど。スーロン組をあっさり退けちゃったのは驚いた。言うて時間切れなきゃ押し切れただろうけどな。それでも2匹スーロンと渡り合えてたんだから化け物だよ。奥がスーロン2人倒すのに苦労する中大量のスーロン軍団を同じように精鋭率いたとはいえ、ぶっ飛ばして最高戦力のミンクの超2人とまだ戦ったマンモスがいるという恐怖、働きすぎやぞ。時間切れじゃねえよ、月が雲に隠れたからだ。敵のくせに正論が多い。そやマールフィの敵って善悪関係なく正論側の相手が多く、ルフィは感情論でそれを潰すのがいつもの流れだし。行動に自分なりの論理がなきゃ強人だからな。マム以外は割とちゃんと国民を大事にしてるっぽい描写多いよね。ペロス兄もいいけど王軍も優しさが見えて好き。マムからしたら支配した国に過ぎないけど、子供から見てみたら生まれ育ったふるさとだしな、優しくなるのもわかる。ビッグマム海賊団は敵と判断すれば本当に容赦ないけど、そうでなきゃ甘々になっちまうからな。マムの言葉だけど本当にミルキーとリスキーを体現したような海賊団。大事な鏡は海に沈めて後で回収しろ、みたいなところでトットランド勢好きになった。百獣海賊団幹部ももっと頑張りなさい。クイーン、だってよキング。ペロスペローが参照制に入ってない理由、副船長というもっと重要なポジションにいるから説。割とマジで好きだわペロスペロー。三小生が最高幹部だけどビッグマム海賊団は片栗とペロスで支えてる感じがある。